筑波大学筑波大学筑波キャンパス筑波大学キャンパス交通システム本システムの対象のバス筑波大学キャンパス交通システムとは筑波大学筑波キャンパス内の移動とキャンパス外からの通勤通学を容易にするため同大学学生教職員等が安価に乗り合いバスを利用できる仕組みである筑波大学筑波キャンパス本システムを担う運行系統 筑波大学循環筑波号を使用した大学深夜バスにも差額負担で乗車できる筑波大学が運行事業者関東鉄道から定期券を6000枚一括購入し、それを学生、教職員に反布する。一括購入の際の大幅割引により、個別購入価格は通常の定期券と比べて極めて安くなっていて、利用者一人当たりの運賃負担が軽減される。 仕組みである。定期券の有効区間は、筑波センター、筑波大学、筑波キャンパス内であり、有効の定期券を所持している者はその区間を、運行する関東鉄道と、関鉄パープルバスの一般路線バスを自由に乗車できる。筑波大学の学生、教職員のうち、本システムの定期券を購入したもの区間と、対象系と筑波センター、筑波キャンパス内各停留所管を、 特定路線区間と呼ぶ本システム通用範囲としている。筑波大学循環系統の全区間に加え、第2エリア前経由及び筑波大学病院停留所の枝線が含まれる。筑波センターを越えて乗車する場合、乗越生産、または筑波センター医園の定期券との併用が可能。キャンパス外周部にあたる学園東大通り、学園西大通り上の路線は、 区間に含まれないが、これらついては、乗車区間の両端が、区間内の停留所である場合に限り、区間内を乗車したとみなす取り扱いがなされている。ただし乗り越すと、実際に乗車した区間の運賃が発生する。高速バス、つくば号、つくばすには乗車できない。バスの運行は、関東鉄道が行う。なお、バスは、道路運送法上。 一般乗り合い旅客自動車運送事業であり、一般貸切旅客自動車運送事業や、特定旅客自動車運送事業ではない。したがって、学内を走る路線バスそのものには利用制限がなく、原則誰でも乗車でき、普通運賃や一般の通勤定期券など、本システムの定期券を用いない乗車も可能である。また、本システム運用以前より、本キャンパス内には、 学内バスとは別に路線バスが運行されていた。本キャンパス内停留所の多くは本システム以前より存在しているものである。バス事業者関東鉄道では企業定期券と呼び特定組織に一括して発売する定期券という扱いとなっている。この仕組みを利用して大学は関東鉄道から6000枚を一括して購入する。その後大学から学生、 教職員向けに個別発売される。大学では定期券の個別価格を利用料と呼んでいる。学生向け発売は丸全に委託している。大学が関東鉄道から購入する時点で一人当たりの価格は8600円であり、通常の通学定期運賃、通勤定期運賃と比べて非常に安く、通学でおよそ11分の1。 通勤に至ってはおよそ13分の1となっている。当初は学生の福利工場を目的として、学生価格は4200円とさらに安く設定され、関東鉄道からの購入額との差額は大学が負担していたが、2014年度より一律となり8600円に改定されている。定期券の有効期間は毎年4月から翌年3月までの1年間である。 年度途中に買っても有効期間は同じであり、価格も変わらない。実質的に定期券の機能を果たす利用証は横2トル縦1トル程度の大きさで銀色のステッカーとなっており、購入時にこれを学生証、職員証に貼り付ける形をとっている。これにより利用者個人が即時特定できるため、不正乗車対策になっている。 定期券販売枚数は販売開始当初の2005年度は2963枚にとどまったが翌2006年度には5095枚へと大きく伸びた通学にバスを利用する学生の割合はシステム開始前の2004年度には2.6%であったが2006年度は5.9%となった通勤にバスを利用する教職員の割合は 2004年度には7.8%で、あったが2006年度は18.0%と大幅に増加した。一方、自家用車利用の割合は、学生が11.6%から10.1%に、教職員は75.5%から57.6%にまで下がり、通勤、通学による二酸化炭素発生量は12%、削減されたと試算されている。 筑波大学筑波キャンパスは南北の長さが約 5km、東西が約 1km と極めて広大である。したがってキャンパス内の移動を徒歩だけで行うことは非常に効率が悪い。そこで学内連絡バスの運行が計画された。実際の運行開始は1977年であり、キャンパス南端の筑波大学附属病院と中築にある本部を結んだ。 その後、二度の路線改変を行い、1980年からは、付属病院を起点に、キャンパス内を循環し、付属病院に戻る路線で、長らく運行され、学生、教職員からは、学内バスと呼ばれた。また、これを利用する際の運賃は無料であった。運行開始当初は1日あたり1000人前後の利用があり、晴天時でも、学生の1割が主な通学手段として、 学内バスを選択し、雨天時には3割に上るなど、キャンパス内の交通手段として十分に能力を発揮した。しかしその後利用者は前言傾向となっていった。2002年からは、図書館情報大学との統合で、春日地区が誕生した。統合によってキャンパスはこれまでよりもさらに広がり、春日地区の学生が中地区、南地区で開校される授業を受ける場合などでは、 3から4キロメートルを移動する必要が生じるようになった。統合に対応し、路線の起点は、図書館情報専門学群に変更された。キャンパスが広いためキロ単位の移動が必要となる場面が多いにもかかわらず、また、運賃無料であるにもかかわらず、1998年時点では、学生の7割が自転車を主な通学手段としており、 学内バスは0.8%の学生が通学手段として選択するにとどまっていた。1便あたりの平均利用者数は11人であり、これはダイヤなどの面で学内バスの利便性が低いことも一因と考えられた。ただし、雨天時には7.2%の学生が通学手段として選択しており、利用者が大きく増加していた。一方、学内バスの運行には、 年間約7000万円の経費がかかっていると試算され、利用者数の割に経費のかかっている面は否めなかった。さらに近年は運転手が定年退職を迎えつつある一方、政府の方針により新規採用が困難になっていることから、学内バスの運行を続けるには人数が不足気味となってきている状況にあった。これらの理由から学内バスを 将来も継続して運行するのは困難と考えられるようになった。上記の問題点は以前から認識されていたが、本格的に対策の検討が始められたのは2004年である。学生、教職員によってワーキンググループが作られ、約1年間にわたって検討が行われた。対策としてはの3つが考えられた。2004年7月にかけて、学生、 教職員にアンケートを行い、上記3案のうちどれが良いか、価格がどの程度なら利用するかなどについて調査が行われた。12月には公聴会も行われた。これらの結果とワーキンググループ内の議論により、経費削減とサービスレベルのアップを同時に図れる3つ目の案が最適とされた。一つ目の案は、交通弱者の移動に困難をもたらすことや、自動車利用の増加を招く、 可能性があることから不適当とされた。二つ目の案は、現行の経費の枠内では、サービスレベルが改善できないため、不適当とされた。上記の案に基づき、学内に路線バスを運行する関東鉄道との交渉が行われた。大学側は価格を5000枚で4500万円と想定したが、関東鉄道側は、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス開業による、 利用増などを見込み5500万円を主張した。最終的に金額は5000万円で落ち着いた。関東鉄道との交渉と合わせ、乗り合い自動車事業の監督官庁である国土交通省関東運輸局との話し合いも持たれた。価格が安すぎる点が他の乗客との差別的な取り扱いに当たるとの指摘がなされたが、関東鉄道が 筑波大学以外の組織に対しても安価での大量一括購入に応じることとしてクリアした。こうした話し合いを経て2005年8月24日から制度がスタートすることになった。これに先立ち7月22日をもって学内バスは運行を終了し記念セレモニーが開かれた。制度がスタートする8月24日には当時の学長岩崎陽一も参加して 開式年式典が行われた。ありがとうございます。